はい、ただいまから第4回超高齢社会における東京の在り方懇談会を開催いたします。本日は大変ご多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。まずはじめに会議の公開につきましてご説明いたします。本日の会議の様子は東京都のホームページ上でインターネット中継により配信されております。また本日の会議資料、議事概要、中継映像につきましては後日ホームページ上に公開いたします。本日の次第及び会議資料はお手元のタブレット端末に入ってございます。タブレット内の資料は会議の進行に合わせて自動的に動くようになってございます。本日の出席員のご紹介につきましては資料1、出席者名簿と資料2、座席表を持って返させていただきます。なお発対委員につきましては所要によりご欠席の旨あらかじめご連絡を頂戴しております。それでは開会にあたりまして小池知事よりご挨拶を申し上げます。皆様おはようございます。超高齢社会における東京の在り方懇談会、今回もうすでに4回目となりました。先生方それぞれ精力的に動いて視察ご視察もいただき、またさまざまな分析を行っていただいて本当にありがとうございます。昨年11月以来の開会でございますけれども、毎回その内容が厚みを増してきている皆様方のおかげでございます。東京は言うまでもございません、高齢化社会、そして高齢社会をとっくに超えまして、すでに超高齢社会の状態であります。そして2025年にはいわゆるベビーブーマーの方々が75歳以上になるということで、高齢化の進展ということにつきましては、これはもう嘘をつかない、もう待ったなしであるということでございます。そして一方で東京というのはやはり日本の中心であり、経済の中心であり、社会を動かしていくと、日本全体を動かしていく、まさに一番中心の部分となってくるわけでございますので、そこの中心が活力を失ってしまいますと、それは全体へのマイナスになってしまう。そしてまたそのためにはですね、若者、女性、高齢者の方々など、あらゆる方々の人の活力が重要と認識をいたしております。そのため今年度予算もそうでございますけれども、いろいろな施策で必ず人を中心に考えるといろんな答えが出てくる、やり方が出てくるということで、常に人に着目した政策とはどうあるべきなのかということを考えていきたいと思っております。国会議員の時代もですね、各省庁ごとで考えるのではなくて、人という人間をどうするのかということで横串を刺すことによってですね、国民の皆さんにも、あ、私のことを気遣ってくれているんだと、いや、これは何々省のどこそこかに行かないとわからないらしいと言ってたらい回しにされた経験のある方もたくさんおられるわけでございまして、そんなことを考えますと、人に着目するというのが本来の行政の在り方でもあり、そしてまたその皆様方からお預かりしている税金がいかに人に対して有効に活用し、さらにはその先、これもまた人が元気に生きていくためのさまざまなハード、そしてまた、新しい制度、これまで培ってきた、日本の隣近所のことを気にしたりするような、そういう絆といったようないろんな切り口が相まって、総合的にこの超高齢社会に対しての政策ができてくるものだと、このように思っております。そういう意味で先生方にはそれぞれのご専門と、それから都民一人一人の人に着目した考え方で、夏ごろには政策提言に向けてご議論を重ねていただきたいし、またより幅広い視点からのご提言を、さらにもう超高速での高齢化でございますので、できるものからどんどんやっていくというスピード感を大切にして、もう5月まもなく6月ということは、次の来年度の予算編成にもかかりますので、ここでもうセットしておく、入れ込んでおくということが、スピーディーな実現につながっていくのではないかと、このように思っております。
老いということについては、まあ、皆さんがもうご専門でありますけれども、漠とした不安、これがですね、いつまで生きられるのかしらとかですね、いつまで元気でどう大丈夫かしらとか、この目は大丈夫か、いろんな不安ばっかりだと多分そう思うんです。で、孫のことを心配してみたり、もちろん娘や息子まだ嫁に行かないわと心配してみたりと、不安だと思うんですけれども、そこに光明を見出して、そして自分がどの位置にいるのかという社会における立ち位置が明確になったりすることでですね、その不安を取り除く、少しでも和らげる、そのようなことができるのではないか。まあ諸先輩というか諸先生方の権威の皆様方を前にいい加減なことを言っておりますけれども、私は一人の人間としてそのように思い、また多くの都民が最後まで幸せで安心していただけるための方策をぜひとも皆さんと見出していきたい、各国の事例なども踏まえながら日本式に一番しっくりくる方法、そのことを見出していきたいとこのように思っております。若干長くなりましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、知事ありがとうございました。それでは以降の議事進行につきましては鈴木副座長にお願いいたします。はい、それでは皆様、本日は大変お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。本日の議事でございますけれども、まず園田委員の方からですね、ご発表をいただきまして、発表の内容についてしばらく意見交換を行いたいと思います。でその後、懇談会の提言について、まあ、中間的な今取りまとめという位置づけでございますが、議論に移りたいというふうに思います。まず事務局の方からですね、これまでの懇談会の開催概要、これまでどんな人々に来ていただいてヒアリングをしてどんな議論をしたかということをまとめていただきまして、それから現在のところの提言骨子というのを私の方からご説明をいたしまして、最後少し時間をとって意見交換をしたいというふうに思っております。それでは議事に入ります。最初に園田委員にご発表をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。では今日は大変貴重な機会をいただきまして光栄に思います。私は今お手元、それから画面のタイトルにありますように、東京の地域包括ケアと特に町住まいについてということでお話しさせていただこうと思います。まず最初に、町はどのように生成発展してきたかということなんですが、実はちょうど今年明治維新から150年前ですが、日本はすごくユニークな国で、一夜にして江戸時代の完全な地方分権からですね、中央集権国家に今から150年前チェンジしたわけです。でその時何が起こったかということで、私の所属している大学の所在地がこう絵に出てきてるんですが、一番左側のところに日本の大学っていうのは駿河台とかですね、それから本郷とかそこにあるわけですが、中央集権国家になった時にまず南の方からいろんな人たちがやってきた。で次に東北の方からやってきた、中山道からやってきた、甲府の方からやってきた。その真ん中が実はお茶の水界隈で、そこに志を抱いた若者たちが、新しい近代国家を作るという、そこにいろんな大学があるわけですね。でその大学が、できた中心地なんですけれども、実は日本に最初の郊外ができたのがいつかっていうと、真ん中のところに下北とか明大前とか書いてありますけれども、実はこれ1923年の関東大震災の後にですね、特に東側で被害が大きかったので、下町の人たちがもう安全でゆったりと住めるところに一刻も早くということで移り住んだのがちょうど今の下北あたりですね。でその後、本当に郊外、特に戦争を挟んだ後にですね、
ちょうどまあ東京ですと多摩川を越えて郊外住宅地が形成されるようになるというのが、多分1960年代の半ばぐらいかと思うんですけれども、私は町はあたかも植物と同じ、まあ、居住生態学などと書きましたけど、町の生成は、中心部から郊外に向かって、植物の成長と同じように線路が伸びてですね、で駅ができるわけですが、今度はその駅の上から道路が何々が丘とか何々が台に向かって伸びていって、まあ、丘の上に葉っぱのように、あたかも葉っぱのように住宅地が形成されて、そこにいるお父さんはまさに働き蜂ですね。毎日丘の上から降りてきて、養分を巣に運んだ。今やそこで立派に育った子どもたちは丘の上から巣立っていったわけですが、さてさて働きを終えたお父さんお母さんはこれからどうしようという、まあ、そういう状況ではないかと思います。で次の、グラフですけれども、近未来の東京の住宅居住マーケットと書かせていただきましたけれども、実は私はこのグラフを見るとですね、日本の、というか東京の、住宅居住マーケットの将来がかなり分かるのではないかと思っています。このグラフの、横軸ですが、普通は年齢が書いてあるんですが、何年に生まれた人なのかということと、それから男性女性の人口を、もう両方足し合わせてですね、示してあります。で赤い部分は多分その中で持ち家に住んでいるであろう人です。青い部分は借家に住んでいる人であろう人です。そうすると日本の人口分布自体が大変いびつなんですが、東京も大変いびつでして、完全な二子ブラクダです。向かって左側が1948年生まれ、ちょうど今年70歳の人を、ピークにする団塊世代。もう一つ、東京は他と違ってこの団塊ジュニアと呼ばれるですね、1973年生まれ、ちょうど今年45歳の人がピークになるところが大変多いわけですけれども、極めていびつな人口分布をしております。そうするとですね、2つ赤い矢印が右肩下がりになるんですが、40前後の方というのは家の建て時持ち時です。で残念ながら私のような建築住宅分野の人にとっては衝撃的な事実ですが、新築需要の必要な人たちはもうもはや下降曲線で、まあ、このグラフで見る限り未来永劫回復の兆しはないわけですから、新築需要というのはずっと下がっていくわけですね。で今もう一つは団塊世代の人から、ちょうど私はその谷のところの世代にあたるんですが、新人類とかそういうふうに言われた人たちのところが右肩下がりで、そこが、実はリフォーム需要とかもう一回家をこう建て替えようというところなんですが、そこも両方とも赤信号です。ところが唯一、一番左側で、あと30年は上がっていくというところが、いわゆる団塊世代の、人たちに向かっての、人口なんですけれども、そこで、私は大変重要なのはやっぱり75歳以上の人たちがこれから猛烈に増えていく。先ほど知事もおっしゃいましたように、2025年まであと7年しかないわけですが、そこからあと10年間というのがまず第一の大変な時期になるのではないかと思います。それからもう一つ、日本人は大変戦後の持ち家政策がうまくいって、高齢になるほど持ち家に住んでいる人が多いわけですけれども、少数ながら青い部分、要するに年を取っているのに、借家に暮らしている。で多くの方は一人暮らしなんですけれども、まあ、そこの部分というのは社会保障的に大変重要な部分ではないかと思っています。で、そういう中で実は、町都市にもライフサイクルがあるということなんですが、日本の場合には1945年にほとんど、全国の主要都市、東京の中心部もそうですが、本当に荒廃した状態からスタートして、で人々は、都市の真ん中から来て、住み始めるわけですけれども、そこに住み始めた人、あるいはそこでいろんな事業を起こした人がちょうど多分50年ぐらい経つと代替わりが起きる、あるいは土地利用の転換が起きるということです。そうしますと、東京都心部にタワーマンションが建ち始めたのは1990年代半ばぐらいだと思うんですが、1945+50が1995年ですから、だいたい50年目を迎えたところから、土地の、利用転換が起きていく。ちょうど今そのナビが、多摩川を越えるあたりのところまで来ていると思うんですが、もう一つの大問題は、
順調にというか人口がまあ定常状態ぐらいまでであれば更新したところに次の人が来るわけですが、もう一つの問題として実は、日本のこの先ほどのグラフに戻ったところで団塊世代の人たちまで向かって、左側の高齢者人口はずっと増えるわけですが実はその人たちがどこに住んでるかというと多くは郊外に住んでるわけですね。でそこのところで今猛烈な高齢化がこれから起きていくわけですがそこが高齢化が終わった後に今申し上げた更新が起きるわけですがそこを埋める次の世代孫にあたる一番右側の人たちがいるのかというといないですね。でここで膨大な空き家が発生するということが、まあ、ある程度かなりの可能性としてもうすでに決まっていると言えるぐらい、あるのではないかと思います。まあ、こういう超高層もですから今若い人たちが買ったり子育ての人がいっぱいいるわけですがここも50年後にはどうなるのか大問題です。そうした中、まあ、私たちのこの超高齢化を、どうやって乗り切るのかということが、地域包括ケアシステムということで、まあ、お隣におられる中村先生をはじめとして、大きな戦略になっているわけですがそのミッションというのは地域で最後まで生ききれる環境を実現することではないかというふうに思っています。でその時に何が問われるかというと個人とか家族ということもありますけれども私は一番は地域のケア力が問われていてそのためには都市の経営力が鍵を握るというふうに思っています。で地域包括ケアシステムの概念というのは田中茂先生が原案をお書きになった植木鉢の図ということで住まいと住まい方の植木鉢があってその中に予防と生活支援の土が入るとすでに保険制度等を使って行われている介護とか医療とかその他福祉のいろいろなこう花が咲くっていうことになってるわけですがそれを地域に転換すると向かって左側の図なんですが地域にはさまざまな建物がありそこに住んでるさまざまな人がいるわけですがその人たちの上にすでに介護保険医療保険の公的保険がかかってるわけですが実はそこをつなぐところの生活支援これは実は東京が一番弱いです。生活支援とは何かというと本来家族とか親族がいればそこが補ってた部分ですが東京の全世帯の 47% は一人暮らしです。一人ではどうしようもないわけですね。ですからここの生活支援の部分をどうやって高めるかということが大変重要だと思います。でそれができればエイジングインプレイスあるいはケアインコミュニティということですが最近私が気がついたんですがこれはなんとシェアリングエコノミーではないかと思います。シェアリングエコノミーの定義は地域に潜在化している有給化している有形無形のものをそれぞれが出し合ってそれを上手にマッチングすることによってその信頼性っていうのはまあ情報空間の上でのそのログとかですね公開性によってその信頼性を担保するということですが地域包括ケアシステムというのは人生のある一時期において大変困った状態にあるときに地域の中に有給化しているあらゆる資源人材をみんなで出し合ってそれを上手にマッチングしてその信頼性はリアルな日常生活圏域でお互いにこの場所に住むということによってその信頼性を担保するという意味で実は地域包括ケアシステムというのはシェアリングエコノミーを先取りしている大変先駆的な考え方ではないかというふうに思います。でそのことは今書いたように地域包括ケアシステムの中心は、これが明治政府であれば小学校だったわけですが、超高齢化を迎えた、日本、それから東京においてはそれが、地域包括ケアセンターが中心になって、多分半径3キロから5キロ圏の、地域包括ケアシステムでは何かあったときに30分以内に駆けつけられる範囲っていうふうに書いてありますけれどもその空間の中でリスクマネジメントしなさいということではないかと思います。でじゃあ具体的にどうやっていけばいいのか同じこの都庁と同じ新宿なんですけれども新宿新大久保1丁目2丁目の事例でちょっとご紹介したいと思います。でこれは大久保界隈のアパートマップです。すごいたくさんの賃貸アパートが建っています。
で、実はその賃貸アパートに空き家がいっぱいあるんですね。ちょっと前の数字ですけれども、新宿区全体の空き家率は 12.6% ですが、賃貸用の住宅は 10% ですので、約6軒に、まあ、6、7軒に1個は空いているという状態です。で、実は家主さんもすごく高齢化しているんですね。空いていれば貸せばいいではないかと思うのですが、家主さんも、貸してしまうと、まあ、大変になるのではないか。で、そこを新たに建て替えるということについては、その後のことを考えると、子どもと孫のことを考えると、まあ、このままにしておこうかという、まあ、そういう潜在化、有給化している空き家がたくさんあるわけです。で、その一方でですね、この同じ大久保で、火災が起きて、これは火災の後なんですが、左側に写っているのは山野愛子さんという有名な美容家の生家らしいんですが、その横で、まあ、火災事故が起きて何人かお亡くなりになってということで、まあ、その中のかなりの方は生活保護受給者、こういうことが起きているわけです。で、私、学生たちとそれから、地元で活動している NPO のふるさとの会という方々と一緒に、今から6年前になるんですが、空き家空きビルを、全部市街調査で、調べてみました。そうしましたところ、今見ていただいている、赤いところが、1戸でも空いているアパートがあるというところです。それから意外に1戸建ての空き家もありました。それからグリーン色は空きビルもたくさんあるんですね。都市っていうのはこういろいろ新陳代謝をしているわけですが、意外なほど、まあ、空いているところがあるというのがこの結果です。で、さらにですね、その上で実は、新宿大久保1丁目2丁目なんですが、たくさん商店があります。それから意外に、クリニックとかですね、介護事業所もあります。それから、いろんな、公園などもあるんですね。小泉八雲公園、要するにここにある資源を全部つなぎ合わせたらどうなるだろうかということを、まあ、期待値を込めて書いたのがこの絵でございますけれども、施設を作らずともですね、地域にある資源をこうネットワークすることによって、地域を施設と同じものにすることができる。これが大都市東京の一つの大きな可能性と魅力ではないかというふうに思います。で、どうすればそれができるのか、だから How to っていうのもとても重要だと思うんですが、後ほどまたちょっとお話したいと思うんですが、有給化に困る家主さんとか不動産事業者と、それから生活困窮者に対しての支援をしている方、あるいは社会福祉法人が手を結ん で行政がそれをバックアップすればですね、地域のそのいろいろな資源を活用することによって、まあ、ある意味全ての人にとってウィンウィンの可能性があるのではないでしょうか。ですから、実は地域によってある資源とか状況というのはさまざま違うわけですけれども、まあ、徹底的にその地域のいろいろな資源を掘り起こして地域を耕すことが重要だと思います。では一方、郊外はどうでしょうか。郊外住宅地、こういうところがたくさんあります。で、実は日本の郊外っていうのは、先ほど中心部からどんどん都市化が進んでいったと言いましたけれども、郊外は違うんですね。実はスプロール上、虫食い上にある開発事業所がここだと思ったところが開発されていくわけです。ですから地図で考えることが大変重要でして、いいスケール感でちゃんと地域を見ればですね、いろいろな物事が見えてくると思います。で、実は居住者というのは局所的に存在していて、今グリーン色とオレンジ色ですが、オレンジ色の部分は1960、70年開発なんですね。ですから高齢化率が5割を超えています。ところがすぐ隣に1990年代開発があります。まだ中高校生が多いです。実は隣り合って同じ地域の中にも全然違った状況が展開されているわけです。で、先ほど都市のライフサイクルと申し上げたんですが、住宅地のライフサイクル、特に計画的に開発された住宅地のライフサイクルはもっと単純で分かりやすいです。だいたい最初に住宅地が0歳で生まれたときに、そこに住んでいる人の平均年齢は35歳です。ですから、最初の10年間は、本当に小学生の子ども、次の20年目を迎える頃には、ちょっと大人びた中高校生が多い。
30年目を迎える頃にはお父さんがそろそろリタイア年齢になりますので、帽子をかぶったお父さんが目立ち始めて、40年目を迎える頃には、未亡人がちらほら、で50年目になると、最初の入居者の方は85歳ですから、その住宅地に2巡目があるかどうかということは、だいたい50年目でだいたい判断がつく。60年目がある住宅地は次の世代に一巡していくわけですが、そこに行かない住宅地というのが大変なわけです。じゃあどうやってみんな幸福な60年目を迎えることができるのかということなんですが、私すごい日本でも一番偏僻な村のことをやったりするんですが、実はその一つの村で3500人とか2000人っていうのが、東京の場合だと開発単位でもうそのぐらいの人がまとまっておられるんですね。そうするとその局所的にすごく偏在してるんですが、地方部と違うのはすごく実は現リタイア層はものすごく経済的なポテンシャルが高いんです。虎の狸の皮残用ですが、この住宅地の場合850世帯一番ちっちゃい丸ですね、2500人でもうすでに高齢化率が4割を超えてるんですが、多分ここに投下された全く何もないところに住宅地ができたので、ここは戸建てばっかりですが、多分1000億を超えるインフラからですね、上物を含めて、それだけの資金が投下されたと思います。でここでリタイアされている方は、ここの住宅地は、中の上ぐらいの、経済階層の方だと思うんですが、厚生年金だとだいたい年間の不労所得として、不労ですね、キャッシュフローとして25億から30億ぐらい入ってくる。で、金融資産も仮に日本人の平均の1世帯2500万ということであれば、土地建物の居住用不動産のほかに200億ぐらいの金融資産は持っていらっしゃる。でここでこれから猛烈な高齢化が起きるわけですが、じゃあどのぐらいの需要が発生するかというと、介護保険の総費用でいうと年間で約5億円、それから後期高齢者医療費でいうと年間で約8億円。これを大変だと思うか、これだけの経済的ポテンシャルがあるから何とかしようというふうにポジティブに考えるかによって全然結果は違ってくるのではないかと思います。これは鎌倉のある住宅地の方が自ら空き家調査をされてですね、自分たちの住宅地を100歳以上まで住める町にするにはどうしたらいいかということで、空き地空き建物を自分たちの土地付き一戸建て住宅以外で不足しているコミュニティハウスですとかサービス拠点ですとか、サービス付き高齢者住宅とか認知症グループホームとかデイホームということで、そうすると歩いていけるコンパクトのエリアにこれだけの要素を全部揃えることができれば100歳以上まで住める街が実現できるのではないか。それから、私も理事で、移住住み替え支援機構ということで、要するにシニアの方のまだまだ立派な使える家を日本の不動産市場では評価されないんですが、それを50歳以上の方のシニアの方のお家を借り上げて、で子育てをされる方に、これからローンを組んで住宅を買うのではなくて、その前の世代の方の子育てぴったりの住宅を、活用してくださいという、住宅の世代間循環を、創出したりしています。で要は何かというと、土地もありますで立派なインフラもまだ使えます。だけど上に乗っかってる家が多少くたびれていて、あるいは必要な要素が、子育てにぴったり作りすぎてしまったので、0歳から60か70までは住めるんだけど70から100歳以上が保障されてないので、そこの部分に実は再投資が必要なんですね。ところが再投資をする組織と主体が今なかなかこうはっきりしていない。私は、地域善隣事業体とか住宅管理組合とか地域善隣会社とかって言ってるんですが、そこに住んでる人自らが少しずつ出資し合うことによって、で自らの地域価値向上のいろいろな、取り組みをすることによって確実に自分たちの、生涯をかけて、取得した居住用不動産の、付加価値が増してですね、また次世代にこう受け継ぐことができる。で当然に自治体もそれを支援する、そういう必然性があるのではないかというふうに思います。そういう意味で、今まさに必要なのは、
町の持続と再生に向けては、投資主体とお金が必要です。それから経営が必要です。この経営ということはとても重要だと思うんですが、そのための組織とか経営者とマネジメントが必要です。でオペレーション運営が必要です。マネージャーと従業員です。ところが日本にはそのハウトゥーの部分がなかなかはっきりしないんですね。この研究会でも何回も NPO の方々が来られて、それにもう近いことをチャレンジされているわけですが、例えば、アメリカの例だとその、再開発型というか都市あのコミュニティ再生型のそういう非営利の組織体を CDC コミュニティディベロップメントコーポレーションズっていうわけですが、そういうところに対してそこが、ちゃんとした活動ができるように、特に右上のインターミディアリーという、そこにきちっとしたノウハウとか資金を提供する仕組みがあって、私どものような大学にいるところもそれを地域の一員としてバックアップし、で自治体として適正な資金循環が生まれるようなフォローをするという、そういう仕組みがあります。で、さまざまなことが、実は、講じられてきて、例えばアメリカではコミュニティ再投資法という法律があって、住民が預けた、預金を使ってその銀行がそれを地域の営利企業に投資した場合、そこから上がる利潤の幾ばっかを必ず地域の非営利的な活動に投資しなさいという、そういう仕組みがあるんですが、今まあ銀行の利用が激変しているので、これが21世紀になると、これは20世紀的だと思うんですが、クラウドファンディングだとか、あるいはファンドレイジングというような形で、みんなが持っている少しずつのお金を未来に向かって良き投資になるように、それを集めてこう循環させるという、そういう仕組みが必要ではないかと思います。あるいはアメリカの資本投下の仕組みとしては、ローインカムハウジングタックスクレジットということで、特に低所得者の住宅投資についてはタックスクレジットの形で回す仕組みがあるんですが、日本ではふるさと納税があるんですが、東京としてはふるさと納税で地方に持っていかれるのではなくて、東京の中でインターミディアリーとして東京の中で地域循環するような、そういう仕組みを作ることができれば、先ほど見ていただいたような住宅地の再生というのも可能ではないでしょうか。そういうことで、私は地域を再生していくために、それから本当に超高齢社会を乗り切るために、地域の福祉と経済の循環による解決が必要ではないかと思っています。もちろん頑張ってオレンジ色の部分自動努力します。それから社会保障の部分として たくさんの特別養護老人ホームとか、老健施設とかも作られてきました。だけど真ん中の部分がこれから重要だと思うんですね。自分の住みたいところに、自分の親族家族だけではなくって、地域の人が、力を合わせて、人だけではなくてお金も合わせて、お金というよりも経済ですね、マネーという意味ではなくて、そういう相互扶助的な循環を日常生活圏域で作ることが新しいイノベーションではないかと思います。そうは言いながら、ただ最後にちょっと苦言をということで、実はいろいろ問題があるんですね。私は住宅をずっと長らく専門にやってきましたが、市町村ベースで福祉、それから介護、都市計画、それから空き家特措法は撤回されてるんですが、私の住宅の部分は公営住宅を建設する部門は各基礎自治体にあるんですが、いわゆる民間住宅を含めた住宅政策を所管する専科というのはないんですね。なので空き家特措法は都市計画の部門がやってたり、企画課がやっていたり、市民課がやっていたりということなんですが、そういう問題があります。で医療についても、基本は都道府県ベースで随分地域化は進められてきてますけれども、ここの医療の部分を、多分最後の問題は看取り問題です。最後幸福にどこでどうなくなるのか、そこの問題、それから住宅は、どうしたらいいんでしょうか。私が、いろいろお手伝いして、実はすごいんですね。同じ場所にいろんな行政計画がかかっています。でここをまさに先ほど知事もおっしゃったように、予告しを通してやってないわけではないんですね。いろんな計画があるわけですが、ここをどうやって予告しを通して
お互いに良いシナジー効果を出すのかが鍵だと思います。それに失敗するとこれが最後です。これは東京都の財務局のデータで、実は2014年時点、まあ、最近はちょっと都心はバブルですが、の公示地価格は1983年の頃にほぼ返っています。多摩地域の住宅の公示地価格は1983年の公示地価格を割っています。各自治体の、税収の約4割は固定資産税ですね。固定資産税の元になるのが公示地価格です。町住まいの持続と再生に失敗すると、まあ、自治体経営自体が大変危ういということで、今こそ何かすべきではないかと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは10分ぐらい議論をこのままさせていただきたいと思うんですけども、質問でもコメントでも何でも結構でございますので、何か終わりの方はご質問いただき、コメントをいただければと思います。いかがでしょうか。大変ありがとうございました。大変勉強になりました。この高齢者を支えるこうなんて言いますか、地域モデルの中で他の世代、例えば若者の人たちだとか働き世代の人たちが、この先生が提案されたモデルにどういうふうにこうなんていうか貢献できるかというところを教えていただきたいと思うんですけど、先ほど地域にある人材とか資源をすべてを活用してということで、例えば今共働き世帯がすごく多いわけですが、共働き世帯は何かこう都心に通わなければいけない、長距離通勤しなくてはいけない、だから駅前保育所だということだと思うんですが、私は地域に雇用を作ることもたくさんできると思うんですね。そうするとお母さんが働きながら地域のことをしながら子育てもできるとかですね、あるいは、皆さんの働き方も、まあ、良い意味での IoT なり IT を使えば毎日通勤するということがもうマストではない時代がすぐそこに来てるわけなので、ちょっと期待を持って思ってるんですが、働き方が劇的に変わると暮らし方も劇的に関わる、そういう意味であらゆる世代に関わる問題ではないかと思っています。よろしいでしょうか。先生、大変貴重なお話ありがとうございました。私は介護保険を担当しているときに地域密着型のサービスだとか小規模多機能型のサービスというものを、まあ、法律上作って普及させようとしました。その時に特にいろんな方からこれは大都市向けじゃないかと、つまりある程度人口が集積していなくちゃいけないんじゃないかという批判も受けたことがあります。特にこう大規模な施設を作っている方々からはまあまあそんなの夢物語だと言われたことがありますが、先ほどの園田先生のお話の中で地域の中にいわば地域を施設にするというスライドがありましたが、東京はまあそういうことが本当にできやすい地域である。したがってまあ20世紀モデルが大規模施設で高齢者だけ集めるとそういうモデルだったとすると、21世紀モデルはやはり地域に分散してみんなで支え合う世代を超えて、あるいは障害の種別を超えてということになろうかと思いますので、ぜひその方向で舵を切っていただければと思います。ありがとうございます。まさに今中村先生もおっしゃってたように、地域を小さい単位でどうやって主体的に設計し運用していくのかっていうことが本当に問われる時代で、まあ、クラウドファンディングのように目的に応じて共感する人たちが集まるっていう仕組みもあるんですけど、地域の中で誰が主体になってこのちっちゃい単位、例えば東京だけでも何十万ってもしかすると主体者が必要になるかもしれない、それは誰が担っていくのかっていう時に、田舎の方だと例えば私長門で関わってるんですけど、経産省と一緒にそこはずっと支えてきている温泉の主人がこの町を守る、あるいは七尾市なんかだと病院が主体になって俺たちが守る、主体になってそこにバッと人巻き込むんですけど、東京って逆に密度が高すぎて誰がそれがリーダーなのと、それを全部都庁がやってくれ、あるいは市役所がやってくれっていうとそれが立ち上がっていかない、そこの主体になっていく仕組みっていうのは東京の中でどうやっていけばいいのかっていうのは何かご意見ありますでしょうか。
もう私はこれは都民が頑張るしかなくて、で逆に都民っていうのは結構企業で働いてた人たちがいると思うんですが、郊外住宅地の場合の自分の、宅地建物は一つの株と同じなんですね、株主なんですね。で株主が集まって一つの住宅地ができてるわけだから、でそこの経営を株主がちゃんと考えない限りには誰かやってくれって言ったって、誰もできないっていうことだと思うんですね。だからすごくそんなに難しいことではなくって、地方だろうと何だろうと変わらなくって、ですから里山資本主義があれば郊外資本主義があって、その時には郊外資本を活用した主義があればいいわけで、だから自分たちの持ち寄っているそのキャピタルを、ソフトハードを持ち寄って、でそれを出しているのは自分たちはまさに投資主体というか株主であるわけだから、それが、どうやって、大儲かりはしなくていいと思うんですけど、経済循環して、自分たちの幸福な最後まで過ごして、で、それを次世代にこう引き渡していく。でもうちょっとシビアに言うと、私も全部の東京の街がそれで救えるとは思わないんですが、それに気がついて頑張ったところは、さっき虫食い状にって言ったんですが、多分島宇宙的に残ると思うんですね。ですぐ隣で揉めに揉めてたところはきっとダメになって、それはですから全部が救えればいいんですけれども、実はそういう開発された単位で結構明暗を分けるかなというふうにクールに思ったりもします。今林先生から担い手 その地域のこう再生の担い手っていうところが非常に重要なポイントで、園田先生の、スライドですと、エリアマネジメントとか、それからまちづくり会社的な感じですよね、っていうので、その再整備というか、ちょっとした資本を高齢化に対応するようなものを用意していくっていう、そういう話で、だからこれはずっとここで議論してきたその担い手をどうするかっていう話と非常に共通する話だと思います。はい。でその時にその人がさっき知事がおっしゃったように、人を着目したその支援の仕方っていうのは非常に重要だっていうのはキーポイントだと思うんですけども、もう一つやっぱり固定資産税っていうか、都の場合は財調っていうのがありまして、固定資産税をこう財政調整しちゃうんですよね。だからエリアマネジメントなんかすると、一種そのなんていうか土地の価値が上がって、それが収入になって再投資するっていうような、そういう循環がビジネスモデルとしてあると思うんですけど、そこの固定資産税を取っちゃって強制的にこう財政調整しちゃうっていうような仕組みがいいのかどうかっていうのがちょっと問われるところがあるかなっていうのは、今お話聞きながら思ってたところです。それから、もう一つご質問したかったのはですね、世代間の循環をこうやるっていうのは非常にいいアイデアだなと思って、そういうスキームもお示しいただきたいんですけども、素朴に考えてですね、私もそこはすごく疑問に思ってて、要するに郊外で今まで子育て世帯で、子育て用の住宅を割と広いの持ってて、そこはどんどん空いてくるわけですよね。で都心で待機児童とかそういうのは大変大きな問題になっているので、ちょっとこうね、多摩とか郊外に移って、行ってくれれば、そういう世代間循環が起きれば非常にスムーズにいろんな問題解決できるのに、なんでそれが起きないのかっていうのが非常に疑問ではあるんですけど、そこを何が問題だとか、どうやったらそういうのもっと進むようになるかっていうのは、何かお知恵がありましたらいかがでしょうか。私は十数年そういうので苦悩してるんですが、2つ目のお話で言うと、本当に日本の都市って都心と郊外っていうのは信じられないぐらい自然が豊富で、例えば大阪で高槻市っていうところがキャッチコピーで、どっちも高槻って言っていて、すごい通勤の便利な要するに、通勤バッチリのところとすごい田舎があるんですよ。だから東京もどっちも東京ですよね。ですから今までの二点居住とか二地域居住っていうのがすごく東京と地方っていうことだったんだけど、もうちょっと近距離でそういう循環を促せるんですよっていうことにすれば、特にリタイアした人はもう通勤の便はある意味どうでもいいわけですから、そういう可能性があるのではないかというふうに思います。
それから1点目の方は、まあ、全部が固定資産税でっていうことではないですけど、本当にエリアマネジメント、地域マネジメントをやろうとした場合に、私はみんなプチ小さい資本を持ってるのに、それを集約化する仕組みがないことが大問題だと思ってるんですね。ですからその方法としては別に固定資産税だけではなくて、まあ、大胆にあの目的税を作ってしまうとか、あのそこはすごくやっぱりアメリカの自治体経営はあのドラスティックっていうか、すごくダイナミックな方法を取っているので、まあ、東京がそれをやって別に悪いことはないんじゃないかと思います。そういう意味ではその園田先生がおっしゃってたその地域の中にサービス拠点、認知症とかこういくつかの機能を埋め込む、まあ、いいっていう発想がありますよね。それとどんどん増えていっている空き家を組み合わせて、要はイメージするのが住民が全員が納得するルール作りなさいっていうと、誰がどう考えても一致しないだろうなという気がなんとなくしてしまうんですね。それぞれ条件が違うから。でもそうではなくて、この3キロ圏内に例えば要はシェアリングエコノミー的に地域にサービスを提供する機能を持ったリノベーションをしたい人だったら税制的に、あるいはマッチングファンド的に半額補助しますみたいな形で、要は有志が集まってお金を一緒に出し合う場所を意識じゃなくて場にしちゃう。要はこのエリアの中に高齢者も集まって多世代が集まる機能を3個作ってくださいと、例えばそれに補助しますみたいに場の運営を中心に人をつなげていくと、なんかいろんなことが解決していくのかもしれないなと。つまり今は公のものか私のものかで、その中間のところが圧倒的に欠けてるんだとすると、その互助をしていくものを戦略的に担い手からなんか応募してもらうような仕組みっていうのは、なんか次のフェーズで実験できたら面白そうだなと思ったんですけど、いかがでしょうか。すごくいいことを言ってくださって、そういう意味でリノベーション、空き家をリノベーションとかっていうと、実は私建築士でもあるんですが、現行の法規がもう一切そういうのをできないようになっていて、で例えば東京都からも応援していただいて、ホームホスピスっていってごく普通の家で最後まで生き切ることができて、看取りまで安心できるっていう普通の住宅を、そういう高齢者の視野型に変えようと思うと、もう有料老人ホームです、スプリンクラーつけなさいっていうふうにして、もう次々関門があるんですね。まあ、リノベーション条例とか作っていただきたいんですが、でも今の ご提案はそれを実現するところの、まあ、白地というか、最近の言い方で言うと本当にサンドボックスっていうか、お試しの場を作ってもらって、でそれがリアルに存在するっていうのはとてもいいこと で、先生がおっしゃったような融資の仕組みだとか、そこを誰がマネージするのかとか、誰がどういう雇用のされ方をするのか、それから今私がついでにルール申し上げた、建築のそういう規制とか消防法の規制とか、そういうのをね、1個か2個成功モデルをね作っていただくだけで、先ほど鈴木先生がどうやったら広がるんでしょうかっていうとか、やっぱり見たことがないものは想像ができないので、誰かがやってくれないと。今のお二人のお話大賛成です。例えば、地域包括ケアの議論の中でも、もう制度的には協議、生活支援するために協議体作るとか、さまざま地域の人たちが集まって議論しようと、そういうことはもうできてきているので、そこにもう一つ権限をみんなで与えるかどうか、モデル事業的にでも都が後押しして、そういうことに背中を押してあげるっていうのは一つだと思います。それから先ほど園田先生のお話の中にありましたように、私世田谷区民ですが、世田谷区の方から伺うと、ふるさと納税のお金で30億円くらい税収が世田谷区としては減ってると聞いてます。ですから逆ふるさと納税っていうか、さっきの目的的にこういう地域再生するためにファンドを集めると、それが逆ふるさと納税的にできれば外に流れているものがまた世田谷区の方で返ってくるということになるんじゃないかと思います。それからあまり目立たない話かもしれませんが、政協っていう組織があって、あれもこう自分たちで
わずかながらだけど出資金を出して、そこで作っている病院とか介護施設がありまして、日本の病院のベッドの 1% はそういう形で作られているんですね。あれはですから、その提供体制を作るという意味では誰からもお金もらわないで自分たちが出したお金をもとに病院作るというようなシステムは、政教法の中にあるわけですね。ですからそういうものをもう少しこう活用するとか、もっとその政教さんが、あるいはそういうお金を出し合うことについて、配慮できれば、もっともっと住民パワーっていうのはこう活用できるんではないかと思います。今の話を聞いてると、誰がやるかって話があるんだけど、そのお金の話だと、例えば信用金庫みたいなのは地元密着型で割にできるんじゃないかなって気がするね。長期的にあるかなり城南信用とかいろんなとこあるんだけど、ああいうところは地元をよく知ってて、お金を集めてなんか全体を開発しようっていう企画力あると思うんだけどね。やっぱり全国的な銀行とかそういうところだと全然できないよね。何もトップ決められないから、むしろ信用金庫みたいなのが入ってくるといいのかなって気がしたんだけどね。ちょっとわからないので、私よくわからないけど。だいぶ議論が深まってまいりまして、いろいろアイデアも出てきたところでございますけれども、ちょっと時間がだいぶ押してまいりましたので、これぐらいにさせていただいて、引き続きこの議論は最終答申というかですね、そういうところに反映させていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、それでは、第2部というか今日の第2部でございまして、中間答申といいますか、提言の骨子みたいなところをこれから議論をしていきたいと思うんですが、まず簡単にですね、事務局の方からこれまでの懇談会の開催概要についてですね、ご紹介をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、それではこれまでの懇談会の開催概要につきまして、資料5によりご説明申し上げます。本懇談会は昨年11月8日に第1回を開催いたしました。第1回の懇談会では、則武委員からのご発表と意見交換によりまして、超高齢社会における東京の課題についてご議論いただきました。また12月20日には黒川座長、中村委員、則武委員にご参加をいただきまして、現地視察を実施してございます。日野市の首都大学東京にあります国際学生宿舎リエント玉平が1か所目の視察先でございます。こちらは留学生と日本人学生が共同生活を通じて国際交流を深めることのできる学生宿舎でございまして、地域の行事にも参加されていることから、運営事業者や実際に入居している学生に高齢者を含めた地域との交流の現状などをお聞きしました。その後2か所目の視察先でございます世田谷区の東京都医学総合研究所におきまして、認知症ケアの質の向上を図る日本版BPSD ケアプログラムの開発につきまして、説明を伺いまして意見交換を行いました。また今年に入りまして3月と4月にそれぞれ懇談会を開催し、林委員から ご発表いただくとともに、各分野で先進的な取り組みをされている6名の事業者の方からご講演をいただきました。来月1日にはこれに加えまして、認定 NPO 法人フローレンス代表理事駒崎氏にヒアリングに伺う予定となってございます。次のスライドからは第2回および第3回懇談会におけるご発表ご講演の内容につきまして簡単にまとめてございます。まず NPO 法人認知症フレンドシップクラブの徳田氏からは、認知症フレンドリー社会をテーマとした取り組み事例をご紹介いただきました。高齢化や認知症の人の増加を課題と捉え、解決しようとするだけではなく、それを切り口に新たな社会のデザインを考えていくことが重要であるとのお話をいただきました。次に UDS 株式会社の中川氏からは、教育によるまちづくりを行っている事業等につきましてご紹介いただきました。超高齢社会においては、高齢者と子ども、外国人が混じり合う多様性と編集された体験が大事であるとのお話をいただきました。株式会社グランドレベルの田中氏からは、まちづくりにおけるグランドレベル、すなわち1階づくりの重要性と、それを実践するご自身の取り組みにつきましてお話をいただきました。また福祉施設につきまして、居心地がいい、そこにいて楽しいと思えるデザインが重要であるとのお話もいただきました。
林委員からは東京奈良県の吉野および中国の成都で行った高齢者に関する調査につきましてご発表いただき、高齢者が支えてもらうだけではない、高齢者同士が助け合うことができる地域づくりが重要であるとのお話をいただきました。またユニークな問題意識を持った個の活動を支えるため、現在起こっているさまざまな活動を分析する必要があるとのご指摘がございました。次に認定 NPO 法人 Teach for Japan の山田氏からは、若者を教師フェローとして学校現場に赴任させる事業につきましてお話しいただき、地域理解やつながり、地域コミュニティを活用しながら質の高い教育を受ける機会をより多くの子どもたちに広めるために挑戦している事例をご紹介いただきました。飼育株式会社の栗田氏からは、農業経営のノウハウや技術をパッケージングして農業未経験者に提供展開する事業モデルにつきましてご紹介いただき、若者と高齢者が共同する新しい農業の今後の展望や課題についてお話をいただきました。最後でございます。社会福祉法人福祉学団の飯田氏からは、社会福祉法人として取り組んでいる介護保険事業にとどまらないさまざまな事業につきましてご紹介いただきました。また地域での取り組みを活性化するためには、行政が先頭に立つというよりも地域で活動する人々を支援する仕組みこそが必要であるとのお話をいただきました。以上が簡単でございますが、これまでの懇談会の開催概要でございます。はい、ありがとうございました。一貫してずっとこの研究会 です、ね、いろんなヒアリングをしまして、いろんな地域でご活躍の方々の、お話を聞いて、それをもとに議論してまいったんですけども、大きなメッセージとしては、結構民間で活躍していらっしゃる方が、いっぱいいるんだということで、もうそれぞれの創意工夫で、それぞれの何て言いますか、エクスパタイズを持ってですね、地域で活躍して、ちょっとそれが一律的な確率的なモデルじゃなくて、いろんな方向性があるんだっていうところが、一つ今までこう学んできたことだということだと思います。ですから、この研究会の方向性としても、これからちょっと議論しますけども、やっぱりこれ今までみたいにもう観点何もかも支えるっていうのは、そういう話ではなくて、地域ごとにやっぱり状況も違うし、特性も違うし、活躍する人も違うので、地域ごとに官民で協力する、あるいはむしろ民間中心にそれを支えるような、そういう高齢化のモデルが必要なんじゃないかというところが、大きなこれまでの流れということでございます。それでは骨子でございますね、中間報告的なものでございますけれども、ちょっと私の方から資料 6というのを使ってお話を進めたいと思うんですが、まずちょっとこれだいぶ骨子とは言いながらも結構な量でございますので、ちょっとだいぶ端折りながら時間もありませんので説明します。で、なんでまずこの時点でこういうことをやるかということでございますけれども、非常に多様性を持ってこの研究会は進めてまいりましたけど、そろそろこう結論に向けてですね、集約化が必要であるという意味で、ちょっとこうなんていうか、ハンドルをそろそろ切ろうということが中間報告ということでございますけど、もう一つはやはりこの提言というのは、それがその都の施策に、冒頭で知事がご説明したようにですね、もう来年度の施策とかそういうところでできることはやっていきたいということでございますので、そろそろこういうものをお示しした方が、各局ともいろんな政策をこれから考えられるということで、今日それをお示しするということでございます。まだあくまで総論でございますので、ここからまた具体な話になってまいりますけども、総論ということでちょっとこういう方向性になりそうだということをお話をしたいと思います。で、まずこの目次のところでございますけど、ほとんどここにお話は尽きるわけでございますけども、一部と二部という構成になっておりまして、一部が現状分析編といいますか、分析ですね、これからどんなことになるかという分析、そして二部がその処方箋というような位置づけでございます。で、以下細々とこう、あれ切れちゃったな、スライドがこう並んでおるわけでございますが、ちょっとこれを話す時間が、これ話しているとですね、議論の時間がなくなりそうなので、ちょっとこの冒頭のページだけで少しお話をしたいと思います。で、まず重要なことはですね、このタイトルが相当工夫をしておりまして、まず一部がですね、超高齢化社会における東京の状況、制度で支える高齢者の限界、
これが要するにまあ福祉の制度ですとか、まあ、公的な制度ではもうほぼ限界が見えてきますよということで、まあ、そういうメッセージを込めております。それから2部の方も都民と作る持続可能で多様な地域ということで、都民とというところがポイントでございまして、もう主体は都民であるということで、まあ、もう役所にお任せではまずいというようなことでございまして、そしてまあサブタイトルで制度で支える高齢者から、まあ、高齢者も生きる、高齢者と生きるというような、そういうものにまあモデルを転換していく必要があるんじゃないかというのが大きなメッセージでございます。でまず一部のこの現状編といいますか、これからどんなことが起きるかというお話が一部で続いておるわけでございますけれども、まあ東京がその大変な高齢化をこれから迎えるっていうのはもう誰もが知っていることでございますけれども、問題はそのインパクトというか、そのマグニチュードっていうのをどれぐらいリアルにみんな分かっているかっていうことなんですね。でまずその特筆すべきはですね、そのスピードですよね。つまり東京はまあ比較的今まで若い年齢層が人口が流入してくるわけですから当然ですけど思われてたんですが、これがまあその金の卵としてこう出てきた段階の世代たち、その後もちょっとですけども、その人たちが住んでた人が一気に高齢化するということで、そのスピードがとにかく凄まじいものであるということ、そして規模もですね大変なものでありまして、まあ東京の場合とにかくそのロットというか数がでかいもんですから、ちょっと高齢化するってことになると何十万人という人たちがまあ出てくるということでございまして、まあ規模もすごい。そしてその何て言いますか、持続期間というのもまあ2025を、まあ、行政的にはだいたいこう目標としていろいろ考えているわけでございますけど、まあ、そんなところじゃ終わんないってことですね。で日本ですら、日本全体ですら40年とか50年とかが高齢化のピークと言われているわけですけども、まあ、東京の場合は始まりが遅いので、それもその後もまあ大引くということでありますので、まあ、25みたいなところで目標を設定している場合じゃなくて、やっぱり30年とか40年とかそれぐらいを見据えて今ものを考えないといけないという意味で、まあ、高齢化っていうのは結構大きなインパクトがあるというのをリアルに考えなきゃいけないということ、そしてそれに付随していろんな問題出てくるってことですね。例えば今までは東京側からその高齢者たちが、まあ、千葉とか埼玉とか周りの県にこう、まあ、老人ホームで出ていくというようなことが一種少しバッファーになってたわけですけども、まあ、そういうことも周りも全部高齢化してきますので、期待できなくなるですことですね。それから、まあその全体として東京が高齢化するっていうよりは、そのなんていうか格差というか、その度合いが中でだいぶ格差が度合いが異なってくる。つまり多摩みたいに人口減少する地域はよりそれが強烈に出るかもしれないし、都心の3区なんかだともうちょっと後かもしれないというようなですね、そのまあ格差っていう問題が出てくるっていうことですね。で人口の配置が変わる、分布が変わるっていうことは、当然そのリスクグループみたいなのが局所的に非常に、まあ、園田先生のスライドにもありましたけど、局所的に非常に、まあ、注意すべき人たちも出てくる。例えばニュータウンなんかもうまくマネジメントいけばよく転換できますけども、まあ、悪くするとみんな集中して高齢化しちゃうわけですよね。ですとか、まあ、貧困の高齢者が集中して、木密なんかに住んでる地域もあったりとかですね。で、まあ、限界集落みたいなものも奥多摩の方にはあったりしますので、だからやっぱり全体、東京全体が高齢化するっていうよりは、その度合いが自治体によって結構格差があって分布が変わってくるっていうことは、非常にリスクグループが出てくるという問題もはらんでるということ。そしてまあ、東京の場合はその都市ですから、その各家族とか一人世帯とか、そういう地域のつながりが希薄な高齢者がそもそも多いんですけども、これが担い手がいなくなってくると、どんどんそれが失われていって、本当にまあコミュニティとして孤立化するとか、ソーシャルキャピタルがなくなってくるという問題で、貧困の高齢者も一定割合必ずその貸家層なんか貧困層なわけですけど、それが高齢化していくっていうことは、パーセンテージ変わらなくてもですね、貧困の率が変わらなくても、そのかける数がものすごい数になりますので、貧困高齢者っていうのが非常に大きくなってくる。そして財政の、自治体財政の余力がなくなってきて、これも格差を伴いますので、どう調整するかという問題ですとか、それからまあインフラとか住宅も一緒にまあ老朽化していくということ、
そして最後に、強烈な人手不足、支え手不足という問題が起きてくる。これが、その高齢化というものに付随していろいろ起きてくる社会現象であるということで、これをどうするかというのが非常に大きな問題として、リアルに把握してなきゃいけない、2025ぐらいの目標で把握しているようなものではないというのが大きなメッセージでございます。でじゃあどうするかというのが2部でございますけれども、もうその、一番大きな問題はどうそれを高齢化を支えていくかというところに尽きるわけですけれども、この答えはもう論理的にほとんど何て言いますか、あんまりそのトピなアイデアはなくてですね、もうこれしかないっていうようなことでございまして、ここに5個挙げてあることでございますね。で一つはやっぱりもう官ばっかりで、要するに公的なものばっかり支えてるのはもう無理だということでございまして、もうすでにいろんな活躍がもう民間で各地域で起きているわけですので、この民間をもっと活用するようなやり方を考えていくべきだと、民間活用するとそれイコールもうコミュニティでございますので、支えコミュニティの支えてコミュニティの持続可能性ということになりますので、その答えはもうすでに見えているわけですけども、もっともっと民をどうショーアップしていくかというようなことが重要である。そして、人が少なくなるわけですので、今まで支えていなかった人々もどんどん活躍してもらわなきゃいけないということでございまして、まず一つは、高齢者ですよね。高齢者自体が支えられるんじゃなくて、もう支える方に回ってもらうとか、あるいはQOL を改善して、健康でいてもらうとか、働きになってもらう、いろんな社会の担い手になってもらう、これはもう絶対に必要で、そのための仕組みをいろいろ整えなきゃいけない。だけではなくてですね、もっと今までの専業主婦とか障害者とかですね、マイノリティの人々とか、多種多様な人々に、そして多世代の人々に社会参画をしていただく、そういうそのための地域づくりみたいなものが必要であるということですね。そしてあまりそのフォーカスはこれまでされてなかったんですけども、やっぱり外国人とかですね、あるいは留学生とか、東京はとにかくたくさんいますので、こういう人たちにもっと活躍してもらうような場を作っていくべきじゃないか。そういう意味ではまさにダイバーシティですね、知事が掲げてらっしゃる公約の一つでございますけど、ダイバーシティというものをもっとセットアップしなきゃいけないということですね。でそれが支え手になると。で今ここは人のお話でございましたけども、それだけじゃなくてイノベーションとかですね、 ICT とこういうものでいろいろ支えていくということも考えるべきで、遠隔医療とか遠隔その服薬指導とかですね、いろいろこう IT 技術が起きているわけでございますね。でシェアリングエコノミーとか自動走行とかいろいろあるので、そういうものがその高齢化のに先駆けて、そういうロボットとかですね、そういうものを使うような仕組み、あるいはモデル地域っていう話がさっきちょっとありましたけども、実験都市とかで実験地域みたいなものを考えるというのも一案だと思いますけども、そういうショーウィンドウとしてそういうものを作っていくとかいうような出口があるかもしれません。いずれにせよこういう ICT 技術で高齢化を乗り越えるという方向が一つある。そして最後に今日園田先生がお話しいただいたような住宅とか空き家とかですね、その土地建物の利用というのを考えていかなきゃならなくて、これもやり方としてはエリアマネジメントがその地域の担い手をどう支援するか、そしてその高齢者、今日のお話で非常に重要だったのは、高齢者の自体もやっぱり資産とか能力をまだ持ってるわけなので、それをどう活用するか、そのためにはマネジメントとか経営とかっていう視点が非常に必要で、単に支えられてるっていうんじゃなくて、それをどう活用していくかっていうような観点が、創意工夫の余地が発揮させるということが必要だというあたりがメッセージかと思います。で細かくはこのいろいろですね、書いてございますので、報告ことですね、続くページにいろいろ書いておりますので、それをご覧いただければと思いますけども、最後のところでですね、とにかく、2つちょっと補足しておきたいんですけども、1つはグローバル化ということを考えた場合に、東京のこのモデルというのはこれからアジアの国々はおそらく同じような経験、北京でも上海でもしてくるわけなので、東京のような、大変その
成長しつつこれだけの高齢化と人口減少をこれから経験するというのは大変な試練なわけでございますけど、これはもうやっぱり世界に先駆けて乗り越えるモデルを作るべきであるということで、まあ決して東京だけの問題とかですね、日本の問題じゃなくてこの世界グローバルな問題であるということ、そして、まあ今日は総論でございますけども、これから少しその地域ごとにですね、この地域はこういうふうなものが必要である、こういうやり方があるとかいうようなことで、少しこれから地域のモデルに対して各論をこれからは展開していこうということを考えておりますので、まあ、もしこれから時間があったらちょっと各論をどうするかということも入れればいいと思いますけども、とりあえずまあ今日は総論のところで議論をしていきたいと思います。大体以上がこの骨子というものでございますけども、まあ、ここからはしばらくですね、少しまあ皆様方の方から、まあ、ここはこういう提言を入れた方がいいんじゃないかとかですね、あるいはちょっとここはちょっと書きすぎているのでこれはやめた方がいいとかですね、まあ、いろいろなコメントとかご質問とか意見とかあろうかと思いますので、どなたからでも結構でございますので、ご提言をいただければと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。私すごい感想をめいたことなんですけれども、NPO の方々や地域で頑張っていらっしゃる事業者の方々にいろいろヒアリングをしました。でその時にやはり彼らが言っていたのは非常に印象に残ったんですが、その行政に何をしてほしいですかという時に、別に特に困ってないですと、皆さん自分たちで頑張っていて収入もそれなりに入っていて回っているので、まあ、なんか邪魔しないでいただければそれでいいですみたいな感じだったんですね。ですのでこう予算が欲しいとか補助金欲しいっていう目線で全く NPO の人たち動いていなくて、むしろなんかそういう方々の好事例を世界に発信していけるような、まあ、そういったモデルが東京から作っていければいいなというふうに思っています。でやっぱり成功しているところは林さんの発表なんかにもありましたけれども、結構ねデザインがすごいかっこいいデザインを使ったりとか、まあ、なんとなくこうセンスが光ってるんですよね。で小池知事になられてから東京都のなんか資料とかパンフレットもすごいかっこよくなって、なんかこれすごくシナジーがあるなと思っていて、知事と一緒に例えば海外で発信していくとか、なんかそういうモデルがどんどんできていくと、世界の人たちが東京こんなかっこいいことやってるんだっていう、まあ、クール東京っていうのがどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。これまでの議論を座長副座長が、まあ、中心になって作っていただいて本当にありがとうございます。基本的には大賛成で、特に都民と作る持続可能で多様な地域、都民と作るというところコンセプトは非常に良いと思います。それでお願いですが、多分最初に小池知事からもお話がありましたが、これは都民に向けて都民と作るですから、それから、まあ、基礎的な自治体としては23区や市町村があると思いますので、やっぱり都が作る以上、やっぱり区民であるとともに都民であるので、都民としてのアイデンティティをきちんと訴えた方が良いと思いますので、そこでまあ初めにみたいな、あるいはまあ構成はお任せしますが、そこでやっぱり東京の特性ですね、知事がまさにおっしゃいましたが、経済や社会を動かす日本の中心、その首都なんだと、その首都が超高齢社会、これから急激になるんだと、それから鈴木さんからお話があったグローバルに見れば、例えば世界でオリンピック開催する都市、した都市っていうのはそんなに多くないし、アジアのこれからの高齢化もありますんで、やっぱり東京はそういった高齢化の中じゃ、もうそういうオリンピック開催都市でも、世界の首都でも、それからこういうそのメガシティでも、先頭を切ってるわけですね。それはまあ課題も抱えてるけども、世界の実験場みたいなところなんで、そういうところで我々は都民としてこの問題にチャレンジしていくということを高らかにまず最初にこう訴えないとこう収まらないんじゃないかと思いましたんで、それが1点。2つ目はそういう東京の特性としては、単に都民だけじゃなく東京は舞台であるわけですね、全国にとっても。だからこそみんな東京に集まってきて、その人たちが老いると。だから園田先生のお話にも江戸から東京にというお話がありましたけど、その江戸っ子だけじゃなくて、もう全国の人間が集まって東京を作ってるんで、そこでまあ新住民と旧住民の問題もありますけど、何が言いたいかというと、全国のこう
知恵を結集してるんだと思いますね。そうすると東京都民だけじゃなくて全国で介護やってる人とかそういう人たちも東京に出てきて活躍したいとかそういうイノベーターもみんな集まりたいわけですが、そういう意味でそういうことを促進できるやっぱり都の姿勢みたいのが大事じゃないか。だから どうも行政は安全第一主義で、例えば借金がある社会福祉法人は都の公募にね応募できないというような規制があるようなんです。正確かどうか分かりませんが、全国の社会福祉法人の人に聞くとそういうことで、大体一生懸命活動している人は借金してもこう事業をやる人たちなんで、そういうイノベーターが東京に出てこれなくて何もしなくて余剰金たまってる、まあ、悪口になりますが、そういう社会福祉法人しか手が挙げられないっていうのはやっぱりこう舞台としての東京がこうとしてちょっとふさわしくないんじゃないかということなので、企業の大企業もありますし、だからそういうその企業の力とか全国の人が東京を舞台に世界的なチャレンジなわけですから活躍される舞台作りをやっぱり都庁には知事にはお願いしたいなと、そういうふうに思いました。はい、まあ、取りまとめに向けてということで、私からちょっとこういうことはできないかということで、第1部第2部はこの通りでいいと思うんですが、付録とかですね、参考ということで、私のように地べたでこういろいろやっているともうすごく焦ってるんですね。っていうのは2025年まであと7年ですけど、月数にすると84ヶ月しかなくて、週にすると365週しかないので、で3つぐらいの提案があるんですが、1つ目はロードマップ、やっぱりそこまでに何をやるのかっていうロードマップを考える必要があるのではないかというのは、あるべき論はいいと思うんですが、実現する手段が必要なのでロードマップ。で、2つ目は具体的な How to の部分、どうしたらそれができるかという具体的なところがないと現場が動けない。で、3つ目は先ほど林議員からご提案があった、そのどっかでやってみるっていうのはすごくいいと思うんですが、その時にまさにこの第2部のタイトルにあるように、都民にリスクを取ってもらう、リスクテイクしてもらう。だから補助金が何とかは一切なし、自分たちでリスクテイクしてモデル事業を実現してくださいっていうのを条件にするプロジェクトをやってもらう。そうすると、先ほど則武委員がおっしゃったこと、NPO の人たちはリブミアローンっていうか、ほっといてって、あんまり邪魔しないでっていうことで言うと、むしろリスクを取ってもらうモデルプロジェクトを提案できないか、ちょっと過激かもしれませんが、3点。まずこの方針自体は、あんなにいろんなことみんなで議論したのに、ちゃんとまとめてくれる方がまとめると筋が見えてきて素晴らしいなと思ったんですが、やはり皆さんもおっしゃってたように、そのシェアリングシステムこそが地域のケアシステムだっていうのはその通りで、その時に前回の発表者の方も言ってたんですけど、目的が一つじゃない時代だと思うんですよね。だから今まではレストランだとするとレストランのルール、住居だと住居のルール、病院だと病院のルール、でも本当に町のリソースを共有するっていうことは、場所も人間も1時間はケアするけど、1時間はその後子どもの世話をし、1時間は外国人のコミュニケーションをサポートするみたいに、要はいろんな役割を人も場所も担うようになる。で、この間成功してた福祉施設って介護のためだったのに、結果地域の貧乏な家の子どもたちが集まる場所にもなってた。でもそれをルールで許さないのが問題だって言ってたように、シェアリングって複数の役割を同時に担うっていう意味で、その実験を絶対にやらないと。だから必要なのは補助金じゃなくて、目的のために、でしかも最初に書いてないいいことが起こった時にそれをどんどんやらせてほしい。ベンチャーなんて最初に書いた企業ビジネスプラン通りに進む会社なんてないんですよ。だけど国の仕事って最初に書いたのから1ミリもそれちゃいけない、もっといい方法が見つかってもってなっちゃうから、そこを変えて複数の役割を持ってどんどん変わってより良くなっていくっていう、空き家と地域ケアのプロジェクトをやる。
で、それは私は例えばクラウドファンディングで目標の半分以上を地域住民が出したらマッチングで都は3分の1出すとかね、要は主体が都民なら都民ファースト、あ、違う意味で都民が先にお金を払い、本当にやりたいなら、法的にサポートしますみたいな、そういうプロジェクト作って50の成功事例を1年で作りましょうみたいな、なんかそういうプロジェクトを立ち上げたらいろんなことが立ち上がってくる。で、その成功事例をさらに100に広げましょうとか、なんかそういうコミュニケーションで発信していけたら面白いなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。それではだんだんお時間になってまいりましたので、それでは黒川座長の方からですね、コメントをいただければと思います。いや、皆さん本当にいろいろ都庁の人たちも頑張っていただいたんですけど、やっぱり NPO っていうのは今問題があるときにそれぞれが自分がこれは問題だなと思って活動を始めるわけですよね。で、それがある程度、5年とか10年かかってある程度のサイズになってくるっていうのは、その間にたくさんの失敗とたくさんのバリアを越えてきてるので、さっき則武さんが言ったみたいにみんな呼んだ人たちはすごく面白いことやっててかなりのサイズまで来てるんだけど、だけど何かやることありますかってほっといてくれって感じだね。俺たちやってんだからってここまで来てるんだよ。だからそれをそれぞれの地域にどういうふうにその都としては広げるツールをやるかってことがすごく大事だと思うので、ほっといてって言っても少しお手伝いさせてくださいよって人たちがどんどん増えればいいなっていう気はします。で、多摩の方にも見に行ったんですけど、首都大学があって、学生寮があって海外の留学生がその寮の一つのその元のあれは何だっけ団地っていうの、そこを一つちゃんと学生寮に直していて、ニュージーランドとかいろんな人も来てるのでずっと話をしてたら結構うまくリノベーションしていてハッピーかって言ったらすごいハッピーだって言ってましたね。やっぱりそういう大学寮があってその裏にコンビニがあって前のところが高齢者のハウスにリノベーションしていて真ん中にちゃんと大きな運動場があって、素晴らしいなんかリノベーションしていて、そこにそういう外国の人が確かに入ってきてるっていうのは確かに面白いアイデアだなと思ってまして、最初から学生寮をいろんなところに作ろうよって言ってるのは、それどこですか？それは多摩ですね。多摩にあって首都大学の学生さんがそこから通えるようになってる、はいはい、ですごいいいモデルができているな。だからやっぱり都営住宅やなんかのリノベーションというのはやっぱりそういう話にして、都の場合はちょっと地域法と違うのはやっぱり国際化してもあんまり抵抗がないわけですよね。ぜひそういう留学生なんかどこでも通えるので、ぜひそういうのを提供するというと、やっぱりいろんなアイデアが出てきていろんなイノベーションもまた別に起こるんじゃないかっていうのは一つあると思うんですね。だからもう一つ今日こんなことをたまたま書いたので、やっぱり東京は先進国の、ある程度日本の世界に誇る大都市ですから、ぜひ12の姉妹都市があるんですね。ニューヨークとかロンドン、ローマ、だそこのところの学生を1年ずつ交換しようと首都大学はね。そうすると首都大学でそれを多分契約すると日本の授業料で向こうに行けるはずなので1年間みんな行きなさいと言うと首都大学はあっという間に人気の中心になってくると思うんですね。そういう意味ではぜひ交換留学もできるようにしたいなという話も書いてありますし、都のアセットとしては今大きな問題になっているのが都立病院とかですね、そういうのもあるので、この間臨床研も行きましたけど、いろんな研究もやってるし認知症の話とかいろいろやってるので、ぜひそういうところも世界とつながってやるというのがすごく大事で、私今度ニューヨークに行ってきて、ニューヨークシティユニバーシティも周囲都市ですので、あそこ最大の大学じゃないかなと思うので、あそこも伝統があるので、そういうところに先生も大学生も1年も行ってらっしゃいっていうぐらいのことをやった方がいいかなと思ってます。そんなことでいろんな NPO のああいう社会のアントレプレナーみたいな人たちを呼んで話を聞いてると、都の職員の人たちも霞が関と違って縦割りじゃなくていろんな局を渡り継いでるので、みんなで何かやろうよってすごくそのやってくださるって考えてくださるので、それが都のアドバンテージだなと思っておりまして、これからオリンピックに向ける、それからさらにオリンピック後一体どうなるのかという話をしっかり見えるような政策の打ち出し方、それからやっぱりこの NPO をどうやって利用してみんな若い人をエンカレッジするかということがすごく大事で、彼らはものすごくいろんなアイデアと行動力があって素晴らしいチームをそれぞれ作っているので、ぜひということで、ぜひような例を見ながらですね、ぜひ都の職員の方々も別に予算つけてもつけなくてもそれはセカンダリーなことなので、
できることからできるところでまず始めようと、それでそれをスピード感を持ってやろうと、これが都の職員が今のところ考えていただきたいことだと思います。まあ、そういう意味では今回 都民と作っていく未来の東京都ということは、あのような都民がいろんな活動をしているのをぜひ支援していきたいというのがすごく大事かなと思っておりまして、ケネディではありませんけど、都が何をできるかなんていうよりは、私たち一人一人が高齢社会の都に何ができるのということをぜひ問いかけていただければと思っております。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは最後に小池知事からコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。園田先生のプレゼンテーションありがとうございました。そして皆様方の活発なご議論、本当に刺激的でございました。ご承知のように2020年に向けて東京都はオリンピック・パラリンピックの成功、そしてその翌年、来年ですけれどもラグビーもございます。いろんな意味でこの資本投下もしております。機運の醸成もしております。問題は終わった後の宴の後がですね、しぼんでしまうのではないかと、なんかみんなそんな空気が漂っていることを、これをいかにしてその後が面白いんですよと、その後が楽しいんですよ、その後が元気なんですよということをいかにこれから発信をしていくか。ただそのためには今もミルクマールである2025年、これが高齢化のですね一つの大きな節目になってくる、避けられない現実でございます。じゃあいかにして元気にしていくのか、問題点は何なのか、今日は園田先生に空き家の話を、大久保の例をとって非常に分かりやすく行っていただきました。大久保だけで8万2000件ですか、新宿区ですか、これはで、それが各23区および、市町村で計算すると合わせれば82万件という凄まじい数字になってくると、で手をこまねいて見てるだけではダメだし、特にこの大久保のところのを見てますとね、私は木密地域ということと重なり合って、その町の安全性は大丈夫かしらという観点からも非常に改善策っていうのをいろんな各方面から練っていかないといけない地域であるなと。で、先ほど先生から50のプロジェクトを1年でという、もしくはこうタイムスパンを決めていつまでに何をするかっていうのを少しずつこう、できやすいところから始めは、それをモデルにした上で、あ、うちもうちもうちもというふうにつながっていく。それから地域の社会で、施設を、地域で施設を作っていくっていうのは、まさしく安心につながる。何かあったときあそこ行けばいいんだということなんだろうと思いますので、そこら辺をどういうふうに設計上、それからいろんな実際に条例だ法律だがありますから、道路のスペースはどれぐらい空けて、そして無電柱で、ね、必ず言っておかないといけない。それからじゃあ容積率を上げたらより動く可能性もありますよね。そんなことをいくつか玉をこう全部テーブルに上げてみて、そしてタイムテーブルを作っていく。でまた関連するのはいくつもの局にまたがってますので、ここは局のそれぞれ担当者の皆さんとの横串を刺した形でのこの対応を、私の方からも指示をしていきたいと思います。東京はこれからますます高齢化が進むと同時にいいモデル地域になれるというふうに思います。それからケネディの話が出ましたので、私はリンカーンでお答えしておきたいと思いますけれども東京オブザピープルバイザピープルフォーザピープルというのでいかがかなと思っております。ぜひこれからも8月の取りまとめに向けてご協力引き続きよろしくお願いを申し上げます。はい、ありがとうございました。それでは最後に事務局の方から連絡事項をお願いいたします。はい、
本日の議事録につきましては後ほど確認させていただきたいと存じます。また次回開催日程につきましては委員の皆様の日程を調整の上改めてご連絡申し上げます。以上でございます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。